散歩始まりました。今回の方散歩はですね、ここ天草市、熊本県ですね、くまモンの、聖地でございます。はい、ということで天草の、コンビニの数がねかなり少なくてですね、今朝行ったデイリーストアの品揃えがもうスーパー並みで、スーパーの代わりにしてるのかなと。まあ、じゃあ早速行きましょうか。はい、赤津カトリック教会到着しました。ここはですね、踏み絵でなんか社会の勉強でやったと思うんですけど、踏み絵が実際に行われた場所としてね、残されています。世界遺産として、残されている、しっかりしたところ、夜はこうライトアップされたりとかして、マリア様も、パッと増えてきてすごい綺麗な地です。はい、かかしの里やってきました。ここ天草はですね、なかなか人口が少ないということで、高齢者の方も多いということで、農作物を守るためでもあるんですかね、かかしがもうね年々増えていってですね、500体ぐらい今なんかいるとかいう話があったんですけど、もうめちゃくちゃおるもん。このおじいちゃんえらいシワだけど。もう悪意あるなこれ、ちょっと、ちょっと悪意あるよこれ。でもさ、すっごいさ威圧感がすごいんだけど。もうなんか近い。すごいな。はい、ここはですね、天草宝島国際交流館で、ございます。でね、こうワニマがめちゃくちゃこうプッシュされてるんですけど、実はこの天草の親善大使が、ワニマらしいんですよ。でこれで実際集合写真で使われた車なんですけど、こうやってカトキャンも、飾られたらいいなと思います。残念ごと。はい、天草市散歩させていただきました。なんか歴史も深い、こう町でしたね。ちなみにですね、なんか糖尿病の人のおしっこは天草らしいです。ありがとうございました。